やめることを許可していますかはいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスターオカチです親も子も楽になる緩める子育て始めていきたいと思います今日のテーマは何をやっても続かない子供の勉強や習い事を習慣化させる方法21選ですどうでしょうかえっ、ー、と、あなたのお子さんは続ける力持ってますか ピアノやサッカーや習い事バスケでもいいやんねそろばんでもいいじゃないですかどうですか続いていますねやりたくないって言われてじゃあ無理やりやらせるのも良くないしだけどやめさせたらやめ癖がつくんじゃないかとね自主的に練習してくれたらいいのに頑張ってくれたらいいのにと思うんだけど試合の前はちょっと練習するけど試合が終わったら練習しないとかそんなことありませんかねえ これね、あのー、めっちゃ難しいんですよ、習慣化って。で、僕もできてなかったですよ、昔。全然できてなかった。うん。えっ、ー、と、なんだろうな、ハーモニカ、ブルーハープっていうかな、ブルースハープかわからんけど、ハーモニカやるって言って、まあ、2ヶ月ぐらいで終わったやろえっ、ー、と、ボーカルになるって言って、ヤマハの、あの、ボーカルスクール通ったけど、半年で辞めて、で、バイトもね、10個ぐらい転々としてね、全然続かなかったよ、どれも。うーん。ということでね、とにかく、あの、続けることができなかったんですよ。 でそんなおカッチもね、今、はっきりと言いますよ。今おかっち、おカッチ、おカッチね、あなたの一番の強みは何ですかって、あのー、なんか、たけし君に聞かれるとするじゃないですか。誰たけしって。まあいいじゃないですか。聞かれるとするじゃないですか。じゃあ、おカッチはこう答えます。それは、続ける力だよって。そうなんです。僕はね、続ける力、持ってるんですよ。今持ってるんですよ。 で、これは25歳まではなかったんだけど25歳からね、えー、続ける力を発揮して、えー、具体的に言うと、えー、英語ゼロの状態から5年間でアメリカの大学院に合格できるまでの、えー、レベルまでトエフルのスカを上げるってやったり25歳から、えー、貯金560万しかなかったのを5年間コツコツ貯めて1700万円まで貯めたりとかね、えー、そこから5年間頑張るぞーって言って営業成績をね、えーえー、クリアしてクリアして3回ハワイ旅行て。 えで、本を出すぞーって10年間頑張って、ようやく1冊目の本を出すことができ、それからそっからもう1冊出すぞーってここから2年間頑張って、編集者さんと何度も何度もやりとりをしながら諦めずに頑張って、2冊目の本を2023年の7月に出版させてもらったり、で、えー、2023年の4月1日から、えー、現在1月の8日まで、毎日ボイシー、音声配信を、えー、音声のね、をして ラジオを撮ってるし、撮ってるし、そんだけじゃなくて、毎日4月1日からブログを書いていて、かつ、インスタグラムのライブもやってます。ブログとライブは平日だけやけど。っていう風に、自分がやるって決めたことを、やり抜く力持ってるんですよ、おっちね。で、これっていうのは、あのー、才能じゃないんですよ。人格でも性格の問題でもないんですよ。ね。大事なことは、技術なんですよ。ただ単に、続かない人っていうのは、 どうやって続けるかっていう方法を知らないだけなんですおかっちがそうでした、ねえー、習慣作りにおいては少なくとも3か月、まあ、1から3ヶ月という期間が必要ですなのでやる気がある時だけやってやる気がない時だけやらないみたいなそのモチベーションに左右されるような状態はダメなんですよ、ね、もうあと根性もダメです そうじゃない。やる気がなくても、根性がなかったとしてもね、えー、怠け者であったとしても、コツコツ続けられる仕組みが必要なんですよ。それは子供だけじゃない。大人もそうです。大人もそうです。 そうなんです。なので今回の動画では、おかっちがこれまでね、1万人以上の大人と子供と向き合ってきました。どうやったら習慣で化できるのかということ、バスケットボールでもダンスでも、そして、えー、ライフスタイルを作る習慣化作りでもやってきました。その中でいろんな試行錯誤してきたんですけど、最も効果があった21個の、えー、いわゆる習慣を作る技術っていうのを紹介したいと思います。この習慣化の技術をやってもらえれば、 自分がやるって決めたことを最後まで続けられるようになります。なりたい自分にいつでもなれるし子どももね、えー、自分がやると決めたことを続けられるように親としてサポートができるようになります。なので最後まで聞いてください。 この番組では子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介しています。チャンネル登録よろしくね。ということで、あと概要欄にはね、えー、やり抜く子と投げ出す子の習慣の本の概要も、えー、載っけてます。で、おかちはね、ほんま2021年かな。やり抜く子の育て方みたいな形で本を出したんですよ。やり抜く子の育て方ってまさに続ける技術なんですね。あの、才能じゃないんですよ。性格じゃないんですよ。仕組みがあるかどうか。 ね、そうなんですよ。続け、その習慣化する習慣の作り方を知ってるかどうかなんですよ。それを親として教えてあげること、その仕組み作りのサポートをしてあげることが大切です。その具体的な方法っていうのは、あの概要欄にあるやいぬこと投げですこの習慣、そちらをチェックしてみてください。ね、今日の配信を聞いてもっとしし深く知りたいと思っていただいた方は、ぜひね、本を手に取っていただけたら嬉しいです。あとね、えー、概要欄には公式 LINE の案内も載っけてます。公式 LINE には、そのやいぬこと投げ出すこの、えー 幻の原稿も紹介しているし、どうやって続ける力を高めるのか、親の関わり方を26本の動画でプレゼントしてます。有料講義の動画ですよ。プレゼントしてるので、ぜひね、そちらで無料で受け取れますので、概要欄から友達追加してください。ということで、やっていきましょうか。はい、やっていきますね。じゃあちょっと待ってください。飲みますね。今日はルイボスティーです。はい。えー、何をやっても続かない子供の勉強を習慣化させる方法。21分の 1> 1えっ、ー、とねーこれ大事だよね宣言する大事だよねうーんまあこれ子どもの勉強や習い事を習慣化させる方法っていうことだけじゃなくてねだけじゃなくてえっとね、えー、この21個はどちらかというとどうやったら習慣化できるのかっていうその具体的な方法を載せています。 これをどうやって子供にお伝えするのかっていうのもね、合わせてね、紹介しながらやっていきたいと思いますので、なのでこの21個は、あの、子供との関わりだけじゃなくて、自分が決めたことを習慣化させるっていうことにも使えますので、そういう視点で聞いてくださいということです。その1、宣言する。これ大事だよね。うん、あのー、宣言しなかったんですよ、カッチも昔は。これ宣言しない人の気持ち分かりますなんで宣言しないのか。簡単ですよ。宣言してもたら、やめられなくなるからですよ。 やめたら恥ずかしいじゃないですか。ボーカルになるって言ってもた。ボーカルになるって言ってもた。で、ね、2ヶ月、3ヶ月でスクールやめたら、え、お前言ってたのにもうやめてもたんか。根性ないなって思われるじゃないですか。恥ずかしいでしょなので、ある程度、えー、実績を積むまで、ある程度ね、続けられるって自信が持てるまでは、僕は誰にも言わなかったんですよ。それがまずかった。 それがまずかったんですよね。言わないってことはいつでもやめられるってことなんですよ <laughs>、ね。単純に言えばそういうことなんですよ。なので、自分が何かやるって決めたら、それを宣言することが大事。大人であれば SNS でもいいし、友達でもいいし、一緒になんか目標に向かって頑張るっていう仲間でもいいし、自分は留学するんだ何,月何,何年何月何日に2023年6月に留学するとか、ね、2023年2月8日には、えー、50メートル走を9秒1から8秒9にするみたいな。 風に具体的に何をするのかっていうのを期日をね、つけて宣言するっていうのはものすごくおすすめです。で、子供のことで言えばね、えー、子供にも宣言させるってことです。何がやりたいのってバスケ上手くなりたいこれふ。ふわっとしてるよね。上手くなりたいって何何をどれだけシュートをどれだけ上手くなりたいのどんなシュートを身につけたいのってことだよね。なので、具体的にその目標っていうのを、えー、一緒に。 目標づくりのサポートをしてあげる。い,いわゆる具体,的具体化するってことですね。具体化する。バスケが上手くなりたいって言ったらどれ、どれぐらい上手くなりたいの上手くなるってどういうことなのってあ、ランニングシュートをマスターする。あ、なるほど。ランニングシュートができるようになりたいんだね。ランニングシュートを試合で入れれるようになりたいんだね。なるほど。それいつまでにやるって、うん、次の試合でランニングシュート1か、えー1、1点でも決めれるように頑張る。ってまあ、正確に言ったら2点やけどね、バスケはね。1回やったら2点なんですよ。 ね、あじゃあ分かった次の試合は1ヶ月後だから1ヶ月五までに,までに、えー、ランニングシュートを試合で、えー、1本決めれるように、えー、するっていうのも目標だねじゃあ具体的にどんなことをする、うん、そのために毎日毎日は無理だから週に2回バスケの練習がある時に練習前に10本、えー、シュートを入れる練習をするなるほど分かったそれ分かったねじゃあそれ書いてごらんって言ってね不正に書かせるんですね、えー、週に2回バスケットボールの練習を前に えっと10本入れる、入れるみたいな、まあえー、も,うもっと簡単にしたらいいんですが週に2回、えー、バスケのランニングシュートを10本入れるまで練習する、まあ、これぐらいでいいでしょ、付箋に書いて、それをみんなが見えるところに貼っておくとかね、子供が見えるところに、えー、貼っておくとかね。 で、それを宣言させる。家族の前で宣言させるのもいいですね。そういう時間があってもええなと思ってますあの。家族会議の中でね、えー。この3ヶ月僕はこういうことを目標にしています。そのためにこんなことをしますっていうね。えー、子供だけじゃなくて大人も発表するような機会があってもええかなと思ってます。はい。僕はね、それを優雅ちゃんとやってるし、えー、そういうコミュニティを作ろうと思ってます。ね。えー、おかっちが皆さんのメンターとなって、一緒に皆さんの目標を達成する。自分らしい生き方を実践するあの。サポートする。 でサポートをするってね、えー、そういうコミュニティを作ろうと思ってるんだけどね、まあ、そういうようなコミュニティに所属するのもええし大人であればねとにかく宣言する友達でもいいしブログでもいいし SNS でもいい何でも宣言するこれすごく大事かなと思います2つ目 人を巻き込む。うーん、これすごく大事だね。一人でやってしまうっていうのもいいんやけど、やっぱり仲間と一緒にやると、やっぱモチベーション上がるんですよ。モチベーション上がるっていうか、モチベーションに左右されない習慣づくりの話をしてるのに、モチベーションの話したらからな。まあ、いいちょっとは、ちょっとはいいけどね。まあ、モチベーションも大事だからね目標。モチベーションも大事だけど、モチベーションに頼らないってことが大事だよね。そう、人を巻き込んでしまったら、やる気があろうがなかろうが、一緒にやらないといけないわけじゃないですか。例えば、待ち合わせをしていますと。えー、来週の火曜日に、えっ、ー、と、一緒にね、 英語の勉強をするということを約束してる。じゃあ、その日までにね、えー、ちゃんと英語のなんか予習、復習してね英語のな、英語の勉強というか、英語のクイズを出し合うということをしましょうかで。クイズを出し合うために、クイズでね、えー、ちゃんと答えれるように、じゃあ練習しようってなるわけでしょ。で、火曜日にね、一緒にやって、じゃあ、クイズ出し合って、あ、ここできてなかったわーとか、あ、ここできてたわーってなるとね、次の、あ次の、えー、会うときまでの、なんだろう,こなんだろう、ね、練習メニューもできるわけじゃないですか。それを定期的にやるのがいいですよね。人を巻き込む。 うん、人を巻き込むっていうのはすごくおすすめですね。なので、これ、ほんと、家族全員でやってしまうっていうのがすごくいいんじゃないかなと思います。えー、あなたはじゃあ、バスケットボール頑張るのねって。私はね、じゃあ今あ、勉強している、あのー、なんだろうな、あのフラワーアレジメントの昇級テストが次あるから、それに合格するために、えっと、毎日え30分フラワーアレジメントの練習するとかね。 そういうことを家族全員で目標を発表するような機会があってで逆にその目標に対して一緒に勉強できる時間であったりそういう時間を作るっていうのもすごくいいよねすごくいいよね人を巻き込んでますかはい21分の3 お金を先払いする、うん、これはね、子供に対してはあんまり効果がないかもしれないけど、だって自分のお金を払ってる感覚がないからね、大人においては結構効果がありますね。よく,よくやるのが、スターバックス行ったり、喫茶店とかでね、えー、勉強するって言って、ね、そこでやるとね、500円、600円使うわけでしょ。使ったからには、じゃあそれ元取らなあかんと思って、ちゃんとこう集,中も集中して、ね、勉強するわけじゃないですか。 ね、そういうふうに家ではできないことでも先にお金を払ってしまえば元を取らないとっていうそういう圧力が出てくるわけでしょそれはあのあれも一緒じゃないジムとかでも一緒じゃないですか英会話スクールとかでもお金を払ったらじゃあちゃんとそこでは元取らなあかんなと思って勉強するでしょ、うん、なので先にお金を払うっていうのは結構おすすめですでもあのね高額商品はおすすめしていません <laughs> ということですね身の丈に合った金額でいいんじゃないかなって思いますはいで子供の場合はこれをどう,どうするのかというと子供のお小遣いでさせるっていうのも結構いいかもしれない、ね 子供が何かやりたいって言ったら、じゃあ、えー、じゃあ、そのお小遣いの範囲内で、それをやらせてあげて、で、自分の範囲で、自分のお金で買わせると。自分のお金で買ったら、じゃあ、それをやろうってなるわけじゃないですか。それがなんか学校の,あのテキストでもいいかもしれんし、本でもいいやろうし、えー、本学びたいって言ったら、じゃあ、そのね、じゃあ,あの、お小遣いとは別に、本のお金っていうのもね、プレゼントしてもいいかもしれんな。月、じゃあ、3冊までいいよと。 でその5000円,5000円、ね、でもいいじゃないですか、5000円の中やったら自由に使っていいよっていわゆる経費的な、ね、位置づけにしておいて、その5000円は僕のお金なんだっていう感覚にしておいてね、じゃあ、ママ、この本欲しいって言って。 じゃ5000円の中、自分のお金から払うんだよって、自分のお金でその恐竜の本とか買うんですよ。じゃあ、なんだろうな、自分で買ったものだから、あのお金を払ったものだから、ちょっとなかコミットするわけじゃないですか。本を読むっていうことに対して。ね。そういうふうにな、なんかそういう自分のお年玉から使わせるであったり、その経費としてね、勉強代とか習い事代の経費として、えー、子供に、 預けてるまあ実際お金渡すわけじゃないんだけど一応経費としてこれだけあるよみたいな感覚でねやられてる過程もありましたということですねはいえー、子どもの勉強や習い事を習慣化させる方法21分の4ゲーム化する、うん、これはね、あのー、おかちのやり抜くこと投げ出すこの習慣でもがっつり紹介してることですねあのいわゆるゲーミフィケーションってことなんですよ はい、ゲーミフィケーションというのはゲームではない事柄にゲームで夢中になれる要素をどんどん,どんどん取り入れていくってことなんですよ。だってゲームってねやりなさいって言われなくても勝手にやるわけじゃないですか夢中になってね楽しんでやるわけでしょ自主的にねそうその,その要素を勉強とか習い事とか あらゆるととこころに取り入れてていくってことです。例えば、あのー、タ,イムタイムを区切るというねあのタイマーを作るというね、えー、砂時計でもいいじゃないですかこの砂時計が今これ上,上から下に行くまでに何本溶けるかなーとかねお母さん今からキュウリ買いに行くからキュウリ書く間に何ページできるって4ページあ なるほどじゃあ4ページできるかどうか、じゃあちょっと対決しようか、おかっちはね、じゃああなたがそれをやるまでに帰ってくるから、みたいな、競争だよ、みたいな感じで競争するとか、まあ、そういうとこですね。で、なんかちょっとできたらレベルアップする、レベルアップするというのは、まあ、具体的に言うと新しい、えー、なんだろうな、レベルアップするっていうのは何なんだろうな、じゃあ,あの今のタイマーっていう計をタイマーをもうちょっとかっこいいタイマーをプレゼントするとかね、なんかクリアしたら、えー、レベルアップするアイテムが、 ゲットできるとかかいいいもしれないね。その文房具でもあなたの欲しい鉛筆とか古い箱をプレゼントしてあげるよみたいな感じ,感じでねなんかこうできると何か一つできるとなんかこう武器が。 武器がこう、えー、アップデートしていくっていう、そのロールプレイングゲームシステムじゃないですか。ドラクエとかな、ファイナルファンタジーとかな。ああいうシステムで、まあ今簡単なとこで言えばタイマーを使うであったり、競争をするってことであったり、何かできたらなんか持ってるものがレベルアップするっていうことであったり、アイテムを上げるであったり、そういうところをちょっとこう、えー、やってあげたらいいんじゃないかなと思います。これね、ゲームフィケーションだけで60分語れます。で、やり抜くこと投げ出すこの習慣はそのあたりがっつり解説してるので、概要欄からね、チェックしてみてください。 はいえー、ミッションを持つ、その後、ミッションを持つね、これすごく大事なんですよ、今やってることが、その先、どこに繋がっているのかっていうのが分かると、ねえー、やることに対してすごく集中して、モチベーション高くできるんですねそう、ミッションを持つってことなんですよあの、レンガ職人の話があったじゃないですか、ね、3人がね A さん、B さん、C さん、全員レンガを積んでるんです、同じ仕事をしてるんですよ、レンガを積んでるんででるすよでそれぞれに A さん、B さん、C さんに聞きましたと、何をしてるんですかと、じゃあ、A さんはこう答えました。 見たらわかるやろ。レンガ積んどんねん、こっちは。朝から晩まで。なんでわしがこんなこと知らんあかんねん。はい。同じことを B さんに聞きました。何してるんですかと。じゃあ B さんはこう答えました。ね。こうやってレンガを積んで建物を作ってるんだよ。この建物を作って、えー、私は家族を養ってるんですよ。で、最後 C さんに聞きました。C さんはこのように答えました。こうやってレンガを積んで建物を作って、えー、将来的にはここにね、 大聖堂がでできるんですよと大聖堂大きな教会ができたら世界中で悩んでる人苦しんでる人自分の願いや夢を叶えたい人がここにやってきてそして、えー、自分の中のなんだろうな願いを、えー、お祈りを捧げて、えー、自分の家族のもとに帰りで、えー、幸せになっていくんだよそういう歴史的建造物の、えー、建築に携わることができて私は幸せだ ととと思って、て、え、す、ー、すごく精力的に仕事をししいいるのででたというここなんですよ。これ何が違うかって話なんですよ。A さんと B さんと C さん。同じ仕事なんですよ。メンガを積むという仕事。何が違うのか。もうシンプルに言えば C さんには、一番最後の人にはミッションがあったんですよ。 これをレンガを積むということがどこにつながっているのか、大きな境界ができるということを明確にイメージできたで、そのミッションに対して自分がワクワクしていた、だから今のこのやるべきこともやりたいことに変わったってことなんですよ。子供の場合はどうですか今その漢字やった先に何がある計算取りでやった先に何がある読書感想文やった先に何があるそれを子供はイメージできてますかそしてあなたはそれをイメージさせてますか伝えていますかそこなんですね。ミッションを持たせるということ。 ね、これどうやってミッションを持たせるのかっていうことも、えー、他の動画で解説してますのでぜひねチャンネル登録してくださいミッションの作り方みたいな動画がありますので、ね、はいで次いきましょうか中間化させる方法21分の6 100%できることから始めるうんここら辺からね結構具体的になってきましたね。うん100%できること、ね。できないことを目標にしてはだめだよってこと。シンプルですよね。もうできることから始めるってことね。絶対できることでいいんですよ。ね、だから例えば、100m 走を毎日10本走る。これ、まあ、1日2日できるかもしれないけど、3日4日目できるかどうかなんですよ。ね、もしかしたら1日目からできないかもしれないで,でしょ。なので、あなたができること、子供ができることを目標にして、そこから始めること。 実際やってみて違うなと思ったら変えても OK なので、えー、一度決めたことをにもう執着しないといけないってわけじゃないし決めたことも変えてもいいぐらいの許、ね、さでやってみてもいいんじゃないかなと思います。本人はこれでできると思ってやったけどやっぱりしんどいなと思ったら変えることも OK です。 なのでとにかく100%できることから始めるということとその勢いで次も話すよ、えー、続けることを目標にするもうここも同じなんですけど、ね、目標を達成するためにこの行動をするんだもちろんそうなんですよ英検合格するために毎日英単語を勉強する、えー、来月のサ上カーガイの検定テストを受けるために今逆流りを練習する来月の試合で点数を決めるために、ね、シュートを練習するもちろんそうなんですよ何かしらの目標があってその目標を実現するために今これを習慣化するそれはそうなんだけど、ね、習慣化させるためには続けるは こここととが大大事事ななんでですすすよれごく続けるためには最初から負荷が重かったりね6で言った負荷が重かったりねできないことを目標にしてしまったりねいきなりあのー、ちょっとタスクを多すぎタスクをね、えー、負荷を上げてしまうと続かないんですよなので最初の1ヶ月は目標を達成するための習慣というよりも続けること自体を目標にする習慣にしてくださいいいですか 続けること。どうやったら続くっていう観点で何をするのかを決めてくださいってことですよ。ね、100m 走10本走る。これは毎日は続かないんだったら1本でいいじゃないですか。まあ、50m でもいいじゃないですか、1本で。それを1週間続けられたらちょっとずつレベルアップしていく。それでいいじゃないですか。いきなり負荷を上げるんじゃなくて。 ね、最初はやる気があるから、どうしてもね、負荷の高いこと、100メートル10本走るみたいなこと言っちゃうんですよ。言っちゃうんだけど、まあ、やらしてもいいんですよ。子供が決めたことだから。やらしてあげてもいいんだけど、やらしてみてちょっと違うなと思ったら、できることを目標にしようっていうふうに負荷を下げてあげるってことを提案するのもおすすめですね。とにかく、続けることを目標にする。なぜなら習慣化っていうのは、えー、日数を要します。 少なくとも1から3ヶ月かかるから続けることが大事なんですよ。続かないと習慣化できないんですよ。あの毎日やってるから習慣になるんですね。これ後で話すんだけどそう、続けることが大事だから、続けるためにどうしたらいいかっていう観点であの具体的に何をするのかを決める。これはすごく大事なことです。もしかしたら一番大事なことかもしれない、ね。一番多くの人がつまずくポイントですここ、ね。続けることを目標にしていない。目標を達成するための具体的にやることを考えている。もちろんそうなんですよ。 英検、えー、合格するためとか、逆上ができるそするためにこの練習をする。それ大事なんだけど、始めは、やり始めの時は、目標のことを一切無視していいから、まずは続けることを、そこに慣らしていくということを大事にするということ。これすごく大事。あのね、人間の体っていうのは変化を拒むんですよ。いつもと違うことをやりたくないっていうことなんですよ。脳は、脳の仕組みはね。だって今ここで安定してるのに、その安定を崩すことで、ねあの、バランスが悪くなるんですよ。心も体はね。わざわざ生命の危険を、 ししてまでで新いいことをやりたくないんですよ人間の本能はだからそことそこをね鳴らしていくのを錯覚させることが大事なんですねいつもと違うことじゃないよといつもと同じだよっていうふうにねいきなり変えてしまうといやいつもと違うやんってツッコミが入ってくるのでじゃなくていつもと一緒だよっていうふうに鳴 <laughs> らしていくことが大事なのでまずは負荷を小さくして続けることを目標にするこれを意識してみましょう習慣化させる方法21分の 8、すでにある習慣にくっつける。あ、これが一番大事かも。すいません。<laughs> 一番大事やな、これもな。これ、イフゼ全プランニングっていう、まあ、心理学のテクニックなんですけど、あのー、もうすでに習慣化してるってことってある,あるわけでしょそれに新しい習慣をくっつけるってこと。そうすることで脳を錯覚させることができるんですね。いつもと同じだよとだ。私今、歯磨いてるだけやん。って歯磨いてるのいつもと一緒でしょって歯を磨きながら、えー、ね、ラジオを聴くとか、そういうことですよ。 そういうことなんですよいつもやってることに新しい習慣をくっつけるということ。ね、いつもやってることは何ですか、ね、あなたがいつもやってることは何ですかそして子供がいつもやってることは何ですか朝起きてる、ね。朝起きてるよね。えー、歯磨いてる。歯磨いてるよね。ねえー、学校から帰ってくる。これいつもやってるよ、ね、帰っててるるよよねね帰く夕ご飯を食べる。食べてるよねってなったら夕ご飯を食べる前、食べる後に何をしますかってこと。ね、食べる10分前から、えー、お片づけをするとかね。 食べる10分前に BGM をかけて、ホタルの光ってかかったらおもちゃを片付ける。これ習慣化できるわけでしょっていうように、ご飯を食べる前に何をするか、食べた後に何をするのか、そしてご飯中に何をするのか、ご飯中に子供とね、今日何をするのかっていうコミュニケーションをする。これは親の習慣化の一つですね、えー。例えば子供との会話の時間を増やすってことで、新しい会話の時間を作るんじゃなくて、すでにある時間、常に習慣化していること。 夕食の時間に、えー、今日学校でどんなことあったっていうことをするとかね。これは親,を親の習慣化の時に使えるし、子供においても朝起きてから、じゃあまず顔を洗う。朝起きたら最初にするのは顔を洗うってことであったり、えー、歯を磨いてる時に、歯磨いてる時に、歯磨いてる時は歯磨いてるいいか。じゃあね、朝ごはん食べたすぐ後にランドセルの中身をチェックするとかね。なんかこういう風に <laughs>、すいません。 すでにやってること、すでに習慣化してることにどんどんくっつけていくってことなんですね。おかちもこれ毎回使ってます。ね、最初はね、朝の散歩を習慣化させたいなってなって、あのね、それどうやってやるかっていうと、まあ、朝英語の、ね、授業が終わった後に、もう優雅ちゃんと朝の散歩をする。 それがね、終わったらすぐに行くっていうのができてきたから、その朝のしあ散歩ができるようになった。じゃその間に朝の散歩の中でね、えー、と、なんだろうね、えー、3分だけちょっとジョギングをする。散歩じゃなくて、3分だけジョギングをするっていうことをやりましたと。でそれができるようになったら、えー、その朝の散歩中にラジオを聞くっていうこともやったりとか、えー、散歩中に、えー、撮影をするっていうことをやったり、ちょっとずつね、えー、その散歩の中に何をするのかっていうのをプラスプラスプラスでやるようにやっていきました。で、最近ではね、もう散歩して,のしてません。 すいません。あの今散歩ではなく新しい習慣、山を歩くっていう習慣を身につけたね、もう今は散歩はしてないんですけど、2年ぐらい続きましたよ、それでも散歩はね。優雅ちゃんとね、一緒に散歩してましたねで。夫婦の時間も取れるし、めちゃくちゃいいんよね、本当に。で、その散歩の中でね、本当に、なんだろう、あのー、 あれやらないとこれいいけないこれやらないといけないっていうことではなくとにかく歩くことに集中してたから頭がね真っ白になって整理されて整えられて本当に自分がやりたいことにも気づいたしまあ散歩を習慣化させるっていうのはものすごくおすすめだよねはいということですでににある習慣にくっっつけようってことです9 21分の93日目にご褒美をせ でするとと、いうことこれ三日坊主って言葉もあるよね。まあ三日目っていうのがね、一番難しいんですよ。いや、そんなことないわ <laughs>。そんなことないんだけど、まあとにかくやり始めの時って難しいんですよ。最初の1週間、2週間はね、難しいので、小刻みにご褒美を設定してあげるのがいいかな。で、子供ならばスタンプカードを作ってあげて、じゃあなんだろうな、漢字ドリル習慣化したいんだね。って。じゃあそれができたらお母さんにそれ見せてって。できたらスタンプをしてあげるから。 でこれ参考したら、じゃあね、あのー、ガチャガチャ100円のやつ1回やってええよって、じゃこれじゃあ7回できたら、7回できたら、じゃあ一緒にね、スシローでも食べに行こうか、で1ヶ月できたらあの、あなたが好きな映画見に行くよみたいな感じでね。 小刻みにご褒美を設定してあげて、ってとこに3日目にご褒美を設定してあげて、えー、ガチャガチャとか言ってあげると、次も頑張るぞーって言って、次7日やね、あと4回頑張ったら一緒にお寿司食べれるよみたいな感じでね、最初はうまくご褒美を使いながら、もうそのうちご褒美がなくてもやらないとい気持ちが悪い状態を作っていくということ。うん。これすごく大事だよね。最初はうまくご褒美をれ使っても OK です。ね、OK。 なので3日目ご褒美を設定してしその後もね、えー、小刻みに、えー、設定していくのはいいんじゃないでしょうかと、まあ、それでまあスタンプカードのお話もしたけどそうやってね自分がどれだけやったのかっていうのを可視化されるっていうのはものすごく大事なポイントなので、まあ、スタンプカードであったりカレンダーにこうチェックをつけたりハビットトラッカーというアプリもあるんですねそれを見ていただくとなんかこの、えー、大人のケースだっても朝散歩をしたとか、えー、単語を勉強した読書したっていうのをそれぞれぞチェックできるので達成率何パーセントとか出て、えー、それでやる気とかもぐんと上がったりします。 のでえー、大人であればそういうアプリとか使ってあげるのもいいんじゃないかなと思います子供であればカレンダーにチェックするとか、えー、スタンプカードを作ってあげるっていうのもいいですよね100円ショップにあるでしょうねスタンプのスタンプのカード、まあ、作ってもいいかもしれないねワクワクするスタンプカードを一緒に作ろうみたいな感じでねそれもおすすめかもしれませんはい21分の10プラン B を作るということでねあのー、習慣化が崩れるっていうのはいろんなパターンがあるんだけどその一つが想定外のことが起こるってことなんですよ 1>, ね、1週間ね例えば朝,朝,朝の早起き続いたとだけど、えー、そこから風邪をひいてしまってなんかもう朝起きれなくなったで風邪が治った後ももう4日間やってなかったからもうなんか面倒くさくなってもうええわってなってそのまま、えー、早起きが できなくなくったみたいな感じでなんか想定外のことが起きてしまって崩れてしまった時にどう立て直すのかっていうのものすごく大事なんですねこれは子供だけじゃなくて大人においても全く同じですなので想定外の時が起きたことが起きた時のプラン B をあらかじめ作っておくってこと、ね、例えば風邪をひいた時には、えー、風邪をひいて毎日やるって決めてたけど風邪の時には、えー、なんだろうなやらなくてもいいっていうルールを作っておくとかね ね、もうやらなくてもいいっていうルールを作っていく。で、その時に、風邪の時には次の日にや,れやったらいいっていうルールでもいいんですよ。そうなると、それが積み重なった時に、なんか重くなって、ね、3日分やらなあかんのかってなるとしんどいでしょ。なので、風邪の時はもは休んでもいい。 っていうことを休めたら、スタンプカードを押すっていうことぐらいにね、取得っていうのも一つおすすめだよね。それでもいいし、10%ルールっていうのをつけてもいいかも。ね。風邪の時は今までの10%にする。例えば、本を毎日10ページ読むっていうんだったら、風邪の時は1ページにするとかね。そういうことですよ。えー、じゃあ、な,なんだろうな、えー、ちょっと体調悪い時は、えー、縄跳び、えー、縄跳びをいつも30分やってるのを、じゃあ家でね、頭の中でイメージして縄跳びするイメージトレーニングを3分だけするとかね。 そういうふうに10%ルールとかでもいいから、とにかく想定外のことが起きた時に何をするのかっていうのをあらかじめ作っておく。これすごくおすすめ、ねで。子育てをしている方だったらそうじゃないですか、ね。いろんな想定外のことが起こるから、自分の時間を定期的に持ちにくいなので決めたことを続けるってものすごく難しい環境にあるんじゃないかなと思います。なので、でただね、あのー、どんなことで崩れやすいのかっていうのは今、共通パターンが見えているでしょ 子供が体調悪いであったり、子供がぐずったりとかするとかね、えー、旦那さんが想定外の時間が遅くなって帰ってくるとか、なんかこう、あるわけじゃないですか。ホルモンのバランスが崩れたりとかね、何かあるわけで、そういうふうに想定外の、どんな想定外のことが起こるのかっていうのを、あらかじめ大体分かってる部分あるわけでしょ。じゃあ分かってる場合であれば、その場合にはこうすると、それぞれね、その場合はこうする。A ということが起こった時には、こう A ということをするとかね。そういうのを決めておくっていうのもおすすめだよね。はい。 習慣化させる方法21分の11毎日やるそうですねやっぱこれね毎日やるのが楽なんですよやる日とやらない日があるってのは逆にしんどいんですねこれや逆にしんどいんですよだってねやるかやらないかっていうのを考えないといけないじゃないですか今日やるんかな今日やらんとこうかなってその考えるってその意思決定することにエネルギーが使われるのでもったいないんですよもう毎日やるって決めてたらとにかくやる前提なんですよいつやるかだけなんですよ決めるの いつやるかだけ、朝やるのかとかね、夜やるのか、いつ決めるやるかだけ決めるだけなんです。なので、基本的には毎日やる方が習慣化しやすいよねということもしくは、もう平日は毎日やる、土日は休むみたいな感じでね、学校と同じようなスケジュールで、えーや,あのー、やってあげるっていうのもいいかもしれないね、子供の場合だったらね、えー、土日は休みだから、で平日は、えー、活動する時間だよみたいな感じでね。 その平日毎日やるというのでもおすすめかもしれないね。ねおかちも基本的にそのやることは毎日やってる。ボイシーであったり、ブログを書くであったりね。でも平日あの、ブログに関してはと、ブログとインスタライブに関しては平日だけかな。平日毎日やるようにしてますね。それはやっぱりね、やっぱこの、インプットする時間も欲しいんですよ。 ね、だから正確に言うと週5日アウトプットして週2日インプットするそういう意味でインプットとアウトプットを合わせ持って毎日するっていうことで僕は考えてるんですねそうアウトプットするためにはインプットが大事でありインプットだけじゃなくてアウトプットも大事だからそういう意味で毎日やるっていうことをそこでアウトプットとインプットのバランスで毎日やるって僕はしています、はい 21分の12記録するこれすごく大事なんですよ。習慣ができない一つの大きな原因としては、自分が今どれだけやってるのか、ゴールまであとどれぐらいなのか、ね、そこが見えないってことなんですよ。今、スタート地点がどれだけ進んできたのか、それが分からなかったら、ね、達成感も湧からないじゃないですか。自分の頑張りが どこまで進んだのか。自分がどれだけ上手くなったのか。その実感が持てなかったらね、やる気にならないわけでしょ。そしてゴールまであとどれぐらいなのか。ね、今100個ぐらい勉強した。じゃああと何個やらなあかんねん。先が見えなかったら不安になって、もうめんどくさくなるんですよ。なので、記録するってことがすごく大事ですね。記録する。レコーディングダイエットっていうのもあるわけでしょ。例えば今お価値が 85kg だとして、まあ事実今8 8キロぐらいなんやけどね、ちょっと正月食べすぎて、ね、8 8キロなんだけど、そこからじゃあ3ヶ月後にね、えー、3ヶ月後まで8 5キロにする。 1>, 1ヶ月1キロ、まあまあちょっと緩やかなゴール設定でいいじゃないですか、1ヶ月1キロにするって言って、でその棒グラフを立ててね、今88でちょスタートして、1日目88、で、ゴール地点は80キロ、ね、それを3ヶ月後、だから90日、90日後85キロにするんですよ。 9日後8 5して棒グラフイメージしてくださね。9日後8 5キロで、スタート地点は8 8キロそこから毎日、ねえー、何キロって測っていくんですね。そうすれば、ね、えー、自分がど今ど,どの位置,位置にいるのか。今、じゃあ1ヶ月経って87.1やったら、じゃあスタート地点から0 9キロ痩せたなってのが分かるわけでしょ。で、プラス、えー、じゃああと87.1やったらあと2キロ痩せなあかんなってのが分かるわけでしょ。そういうことなんですよ。 で今、自分がどれだけ進んだのか、でゴールまでどれくらいなのかが分かると、じゃああと,あとちょっと頑張ろうってなるわけなんですね。でこれ、ね、ものすごく記録するだけでも効果があるので、あのー、それで記録してあげるのはおすすめですね。で先ほどお伝えしたスタンプカードでもいいし、カレンダーでもいいし、なんかこうゴールまで見える化できるような工夫があればいい,といいですね。先ほどお伝えした棒グラフのようなね。はい、21分の13。 発表会をする。これすごくおすすめね。えー、ゴール、いわゆる出口に発表する機会があれば、ね、やらないとって気持ちが高まりますよね。おかちもそうでした。えー、どれだけピアノをやるって言っても、何回も、何回やるって決めても続かなかったんですよ。3年ぐらい。なので、もう3ヶ月後に、 あのー、発表会ででピアノを披露すするって子供に宣言したんですよ、まあ、先ほど言った宣言するってことと発表会を作るってことの合わせ,合わせ技なんだけどそうすればね3ヶ月後までにクイーンのボヘミアン・ラプソスを弾けるようにならなあかんわけでしょだ練習するんですよちゃんと練習するんですよ でその練習している様子も月に1回子どもたちに動画で送ると、なると子どもたちに対してもね、あ、こんだけ上手くなってるんだって分かるし、ねえー、それを送るってことになれば、じゃあ来月までに先月よりもここを上手くなっておかなあかんなっていう目標もできるわけでしょ。そういうふうに発表会という期日を決めてそのど、それを1ヶ月ごとに発表する動画をおあの投稿するみたいなことを僕はやってましたね。そのおかげでピアノは3ヶ月続きましたし、その後1年間は続きました。 でそこからまた続かなくなりました。やっぱりこれはね、発表する機会がなかったっていうのが一番大きな原因なんじゃないかなと思います。はい。発表会をする。どうですかあなたは発表会を企画してます,企画してますかどんなことでもいいんですよ。発表会。実際にそういうなんかね、えー、リサイタルとか発表するっていう機会に出演するのもええし、えー、し実際にテストを受けるっていうのも発表会ですね。 トイフルのテストを受けるっていうのもいわゆる発表会じゃないですか今までやってきたことの成果を試すっていう意味でねそういう意味でなんか発表を発表できる機会を作るってやったり自分の実力を試す機会を作る試合であったり本番であったりそういうのを定期的に作ることはおすすめですということですはい21分の14やめることを許可するうーこれねねー 習慣化っていうのはもちろんやると決めたことを最後まで続けるってことなんだけどもこれやめることを許可するっていうのはものすごく大事だんねそうしないと最初の一歩目が踏み出せないからそうなんですよ最初の一歩目が踏み出せないだってやると決めたら絶対やらなあかんねやと思うとねこれね一歩目踏み出せないのでおかっちもねあのー、ね犬の散歩犬を飼いたいって言った時に、えー、犬,犬がね死ぬまで僕が面倒を見るっていうことを誓約書を書かされたんですよでそこからね もう雨の日も嵐の日も大学4年生卒業するまでね、行きましたよ、散歩。さすがにあの社会人になってから行けなかったけど、毎日行きましたよ。行けないときは、誰かに泊まるときにも、弟に電話してね、ごめん、今日犬の散歩行ってくれへんか、代わりにいついつ横がやるからみたいな感じでね、交渉しなあかんみたいなことやってましたよ。16年ね、やってたんですね。16年は言い過ぎだな。中高大やからあ10年かな、やってましたよ。 でそういうことをやるとやりたいってことを言えなくなるんですよ。だって言うとやめられないって思うからそうなるとやりたいってなるけど本当にやりたいんかなみたいなことであやめといた方がいいんじゃないかって言ってねできない言い訳とかや,やらない言い訳が降ってきてやらないってことになっちゃうんですねそうだから習慣化させることは確かに大事なんだけどまずはねやってみるっていうこともすごく大事なんですよ。 何が何年を続けさせないといけないじゃなくて、やってみて違うなって思ったらやめてもいいよっていうこと、それを許してあげることも大事なんですね。やりたくないことを続けるってこと、これ、どんな意味があるのということなんですよ。やりたくないこと、モチベーションわかないし、集中力もわかないし、その中でね、なかなか成長もできないから成功体験も積めないっていうこと、自信も持てないじゃないですか。それだったら本人がやりたいこと、向いてることを選ばせてあげるといいわけでしょ。それっていうのは、やいろんなことをやってみないと分かんないですよ、何がやりたいのか。 そういう意味でも続けることは大事なんだけど、えー、何が何でも続けさせないといけないってことではなくやめることを許可するってことも大事だよねっていうことですで習い事においてはね全部やめてええよやめてえよやめてえよっていう,いうんではなくてねどこかの区切りを一緒に子どもと話し合って決めるっていうのも一つ大事かもしれませんねはいはいということで、えー、終盤戦ですねちょっと疲れてきたお茶飲もうかなうん なくなってきたルイボスティいきますね21分の15あ15いつから始めるか決めるいやこれすごく大事うん大事よねえま、ー、るをやる英語の勉強する、ね、英単語何個覚える、ね、毎日シュートな何本練習するピアノのハノを毎日30分やるみたいに何をやるかを決めたここはね大概の方はできるんですよだけどいつやるかを決めていないってこともあるんですよ いいいつかから始めるんでですすっていうことですはい、それすごく大事だよね。コーチングの時にもね、えー、しっかりあのー、ねクライアントの悩みを聞いて、具体的にこれをやるっていうの決まった、決まった。それではね、さよなら、これじゃだめなんですよ、これじゃだめなんですよ。それをいつからやるんですかと。 何月何日のどの時間からやるんですかってことなんですよ。そこまでしっかり具体的に話し合って分かりました。ねえー、じゃあ、えー、旦那さんと子供の習い,事でそここ習い事のことを相談するっていうのを、えー、今日、家に帰って、えー、晩ご飯の時に、えー、旦那さんに提案するってことですね。それでいいんですね。それできますかはい。 じゃあ、それをまた次の,あの面談の時に、来週の面談の時に教えてくださいね。みたいな感じで、いつから始めるからを決めること。これすごく大事やねん。子供と向き合う時もそうです。あれやりたい、これやりたいってね。試合に負けた後はやる気まんまです。次の大会は絶対点数決めるぞって決めた。言った。分かった。あ、点数決めたいんだね。じゃあ、そのためにどんな練習したらいいのって。毎日、毎日というか、練習あるときに、練習ある時にランニングシュート10本入れるようにする。なるほど。じゃあ、いつからそれ始める 次の月曜日から、なるほど、次の月曜日からだね。じゃあ、それ、また次の月曜日に聞くから、どうだったかき教えてね、みたいな形で、ね、じゃあ次の月曜日も、あ今日、今日なんかやるって言ってたけど、どんなことやるのって確認して、ね、練習前にね。あランニングシュート10本練習するって、いつやるのって、あ着いたらすぐやる。あ、そう、じゃあそれどうやったかまた教えてね、みたいにやるとね、行動がつながりやすいでしょ。行動につながりやすいでしょ。 ね、促せるわけでしょそういうふうにいつから始めるかを決めるっていうこと大人の場合であれも場合であってもいつやるのかって決めるでそれをちゃんとカレンダーに書く手帳に書く手帳に書いてその手帳を見る習慣つけてくださいねこれすごく大事よ書いて手帳見なかったら終わりやからで手帳に書いて毎日手帳を見るで手帳に見たあ今日今日〇〇やるって書いてた書いてるなって,ってそれをおかちは付箋に書いてパソコンのとこに貼ってますでそれをやるまでは剥がれないってことにしてます 年着やかかからなかなか上がらやねタっってて貼るわ今、これ,れ YouTube1 時間のやつ撮るって書いてますで。その後は本屋さんに行くって書いてて、その後読書するって書いてて、その後セッションって書いてますよ。はい、毎日セッションでめちゃくちゃ楽しいですよ。生き方相談と子育て相談と SNS 相談、いろんな相談でもめちゃくちゃ楽しいです、毎日。はい、ということでね、いつから始めるか決めてください。ね、大事です。で、それを可視化してください。ね、手帳に書くでもいいし、見えるところに付箋で貼っておくの,かと貼っておくのでも OK です。 はい。21分の17。 すぐに始められる環境を作るということでね、これはね、すごく大事ねうん。例えば筋肉トレーニングをする、筋トレをするっていうことを習慣化したいってなったときに、まあ、ジムに行ってやるのもいいんですよ。でも、ジムに行ってやるとなると、じゃあ、ちゃんとまずは家でね、服を着替えて、着替えて、顔を洗って、歯磨いて、まあ、ちょっといろんな出会いがあるかもしれへんからね、ちょっとドキドキするじゃないですか。イケメンのなんだろトレーナーに教えてもらうとなったらね、ちょっとこう、おしゃれな服着て、今日どんな服着ようかな、みたいな。で、そこからね、車の、 乗ってえー、ジムに着いて、ねえー、ジムをこうやってねジムでやって、いろんな話をしてで、帰ってきてとかやってるとね、そのものすごい時間とエネルギーが食われるわけでしょ、もちろん、ジムに行くのを否定してるわけじゃないですよ、ジムに行くこのは、行くことのメリットもあります。 で先ほどもお伝えした通りお金を先払いするってことだったり、環境を変えるってこともすごく習慣化においてはすごく大事なことです。刺激を加えるという意味でね。だけど、こうすぐに始められるということはものすごく大事なんですね。例えば、僕たち運動したいと思ったときに、今から10秒で始められます。家にパタパタあるんですよ。ステッパパーステッパーあるから、それパッて出して、パッてできる。着替えなくてもいいんですよ。 ま服上の服だけ上のがお気に入りやからそれだけ脱いで、まあ、じ5秒は言い過ぎだな少なくとも1分で始められます YouTube をセットして、えー、ステッパー出して上の服脱いでさあやるか、まあ、お水も入れなあかんなでそれで始めないんですよ とにかく、やりたいと思ったときに、すぐに始められる環境を作る。この YouTube もそうです。YouTube やろうかなーってなったときにね、わざわざなんか,かあの、撮影機材を用意して、部屋を移動してとかやってるとね、すごくなんかめんどくさくなるんですよ。そうじゃなくて、今おかっちね、YouTube 撮ろうかなと思ったら、これもね、10秒で撮れます。<laughs> 目の前にあのマイクがあるので、マイクをパッて自分のお口元に持ってってあの、ボイスで、ボイスメモのね、ボ,ボタンをポチって押したらもう終わりです。ザツイートですよ。 こういうふうに自分がやると決めたことをすぐに始められるような環境を作るいわゆるやるまでの工程を少なくするってことですその工程が多ければいいほどやるまで,にやるまでにがめんどくさくなるんですよ ね、服を着替えて、歯磨いて、ちょっとおしゃれをして、車に乗って、ジムに行ってってこれな、なかなか長いわけでしょ。でも、おかちは、えー、なんだろう、椅子を、椅子をね、えー、椅子からこう、立って、立って、ステッパーを出して、えー、ステッパー踏むだけみたいな、こ工程少ないでしょ。そうするとすぐに始められるんですよ。これ、すごく大事なことです。子供においても同じです。ね 子供においても大事なので何か勉強するってなった時にそれをすぐに勉強できるような体制を整えておく部屋が散らかってたら片付けるっていうところから始めないといけないねなのでじゃあまずはそのあでも言うけれどもその片付けるってことも習慣にさせるってことも大事かもしれませんねはい21分の18子供の勉強にならないことを習慣化させる方法を紹介してますということですねだらだら行動の前にセットするということですねない。 なんか自分にとって大事でもなくて、緊急でもないことに時間を注がれる時間、時間を奪われることってありますよね。あるよね。あ,あ、おかちを最近はね、やっぱ SNS やね。やっぱ SNS はね、見るの大事なんだけど、ちょっと必要以上に見すぎているね。それは思うね。一日3回とか決めたいんやけど、決めようかな、ここで。うーん。もうほんまにもう、今もね、あの YouTube 撮る前に見て、で、多分撮った後にも見てって、も1時間に、 なんだろ何回も見てるんだよね、これ。あんまり良くないなっていうのがあるんで、それでダラダラコードの前にセットするってすごく大事。例えば、おかちも SNS を見る前に、じゃあ、SNS 見出したなと思ったから5分だけっていううにタイマーをセットして、5分だけってセットしたらタイマーが鳴ったら SNS 終わ,わ終わるわけじゃないですか。そういう風にダラダラ行動する時の前に、あのー、ダラダラ行動した時には何をするのか。もう時間を、タイマーをセットするだけでもいいです、まずは。 ね、これ分かりやすいですね。タイマーをセットするっていうの。ね、それだけでも十分です。ダーダラ行動が始まった時に何かをするっていうのを決めておくっていうのはすごくおすすめですね。うん、ダーダラ行動が始まった時に僕はタイマーをセットするってことを習慣にしようかな。はい。 21分の19。習慣の一つ前の行動も習慣にする。うん、これ先ほどお話したことですね。勉強するっていうことがあったときに、勉強する前に部屋を片付けないといけないんであれば、部屋を片付けるってことが習慣がしてなかったらねえ、勉強するってことも行くまでに、ちょっとこう、ステップが多くな大きくなるわけです多く大きくうん、なんとなくわかるでしょうん、そうなるわけでしょだ,だから、あのー、習慣の一つ前の行動も習慣にするっていうことを大事にしてますね。うん、例えばなんだろうな、おかちであれば、 あ、そうやな YouTube を撮るんだったら、YouTube を撮る前に原稿を作るってことをがないと、原稿がないとやっぱ YouTube 撮れないんで、で原稿って言っても、今この画面に出てるこれ,でこれですよ。画面に出てるこれ,これが原稿です。 はい、この1時間話すのも、長尺動画の原稿で1文字1個書いてるわけじゃなくて、最初のイントロはね、ちょっとだけ書いてます。イントロってすごく大事なんで、イントロと何を話すのかって、この21個の項目、この項目のとこの画像を作るっていうところまでをやります。これを前日に済ませておくってことをやってますね。YouTube を撮る前日に済ませておく。YouTube を撮影したら、すぐに次の原稿を作っておくと。原稿を作っておくと、また次撮りたいと思った時に、すぐ撮れるわけでしょ。なので、YouTube を撮り終わったら、 えー、原稿を作るってことをしてるかな。で、それで次の日に撮れないこともあるけど、撮れるようになったら撮るみたいな。原稿が用意されてたらいつでも撮れるわけじゃないですか。先ほどお伝えした通り、もう座ってマイクのボタンをポチッと押したらもう撮影できるんですよ。っていうふうに、習慣の一つ前の行動も習慣にしていると習慣化しやすいよねっていうことです。はい、残り2つになりました。えー、子どもの勉強や習い事を習慣化させる方法21分の20。習慣にできたら、 新たな目標を再設定するってことね。そうそう、そもそも目標っていうのは、えー、目標っていうかそう、習慣やるって決めたことあるわけでしょ。それっていうのは何らかの目標を叶えるために、そのやるべき行動タスクを決めたわけでしょ。例えば、英検の2級に合格する。そのために単語を10個覚えるとか、そういうことですよ。じゃあ、その目標を達成して英検合格したってなったらね、新たな目標を設定することが大事ですね。 ね、同じ英検3級のことも合格してるのに、3級の英単語や,やり続けてもしゃあないじゃないですか。まあ、なかなか3級小学生までに合格するのは難しいんだけどね。まあ、5級でもいいでしょ、うん、っていうふうに、目標を達成したら新たな目標を設定するであったり、逆に定期的にね、今のこの目標がいいのかなって目標自体を、えー、見直す機会を作るっていうのもいいよね。 子供とね、自分自身にもそう。おかちはそれを3ヶ月に1回やってます。3ヶ月に1回具体的にこうするっていう数値目標と、数値ではなく具体的にこうするっていう行動目標を立てて、それを3ヶ月取り組んでます。例えば、この1、3月では生き方プロジェクトのメンバーとの関係を構築するということ、ねで。具体的にやることで言ったら、えっ、ー、とー、な、あのー、毎週1回のセッション、週2回に1回のセッションを全力でやるってことね。 ということであったり、あとオンラインゼミの LP、ホームページを作る。もうこれ実は完成してね。で、3つ目は100万再生コンテンツを作る。で、そのために週に2本動画を上げるってこと。ね。で、4つ目はインスタライブを150人。 に増やすそのために、えー、インスタのストーリーズで積極的にコメントするというコメントっていうかあの対話をするということを大事にするとか具体的に目標数値プラス、えー、何をするのかって行動目標を3ヶ月ごとに立ててそれがどうだったかなかって振り返って新たな目標を設定するっていうのをやってますでこれはね1人でやるっていうのもいいんやけど僕は優雅ちゃんとやってる ね、で皆さんもこれ一人でやるというのはいいんやけどそういうコミュニティがあった方がねあがいろんな人を巻き込んでいろんな人に宣言した方がよりそれが実現しやすいのでそういうオンラインゼミっていうのを、えっとね、4月からえモニターで始まって正,正式には、ね、7月から始まるんだけどそういうのをやろうと思っています my life。オンラインゼミです。お勝ちがあなたのメンターとなって、えー、あなたが目標を達成するためのあなたの、えー、が納得できる子育て生き方を見つけるために全力で伴走しますと。横で一緒に 走り続けるっていうことですね分からないことがあったらいつでも相談できるという体制を作りながらね、一緒になって、おかっちもね、ただ応援する中で自分もね、やりたいことあるから、自分の行動もちゃんとみな皆さんに見せつつね、できるコミュニティのを作ろうとしてます。あの作ろうとしてます。今あの、ホームページができた。できたから、えっと、次の3月に募集するかどうかっていうことは分からないけど、まあ、6月には募集すると思います。思います。はい。で最後ですね。21分の21。 本当にやりたいいここととを選ぶっていうことでね、えー、そもそも今回は何だろう自分がやる本当にやりたいことを習慣化させるためにどうしたらいいかっていう観点で書いたんですけども選んだんですけどもそもそも習慣化できない一つの原因としてはそれや,やってることが本当にやりたいことではないってことが結構大きいんですね。 でその場合は僕は辞めてもいいよって話をしましたよね、さっきはね。いろんなことをやりながら自分が合ってることと合ってないことを見,見極めるってこともすごく大事なことだから、ね。本当にやりたいことではないなと思うんだったら辞めたらいい。ただ、できるかどうかを不安っていう部分だったらやったらいいと思ことです。やりたいことやけどできるかどうか不安なんだったらできるレベルまで、えー、なんだろうハードルを下げてやるっていうことをお勧めしてるよね。でこ21、本当にやりたいことを選ぶってことはものすごく大事なことで、その自分が本当にやりたいことを見つけてますかってことですよ。 自分が本当にやりたいことだったら、やる気なんか出さなくても勝手にやるんですよ、そもそも。何時間やっても疲れないんですよ。僕かちも YouTube、これ毎日撮ってもええぐらいやってますよ。でもまあ、YouTube 以外にも仕事があるんだけど、こうやってね、自分がやりたいことであったり、思ってること、考えてることを自分の言葉にして伝えるっていうのは僕がね、本当にやりたいことなんですよ。やりたいこと。だから、ストレスなくこうやってまあお話できるんですよ。皆さんのお役に立ててるかどうかわからへんけど、僕が思ってること、学んだことをもうすべてお伝えしてるわけなんですよ。 ね、あなたはどうでしょうか本当にやりたいこと分かってますかってこと。で、この本当にやりたいことを見つけるためにはね、自分がどういうふうに生きていきたいのかっていう、自分の軸を作ることが大事なんですよ。ね、自分の軸、ね。自分はこういうふうに生きていきたい。そのためにこれをやるんだと。その軸につながるようなやりたいタスクを見つけていくってことが大事。でそういうふうにね、自分の生き方を見つめ直すであったり、自分の生き方を作っていく。それは生き方だけじゃなくて、働き方もそう、子育てもそう、自分のビジョンです。どこを目指しているのか。 目的地はどこなのかそれを作るのが生き方プロジェクトでありそれを自分ができるようにするだけじゃなくてそれを子供にできるようにするのがライフスキルコーチ認定講座ということですねそういう講座も1年に1回募集してますしもっとライトにやりたいんやったら Instagram の,のオンラインサロンでは月額600円で毎週そのライフスキルを高めるための、えー、講座をやってますので 月額600円やってるんで、そちらもね、お気軽に参加してみてくださいということです。インスタグラムのオンラインサロンの参加方法めちゃめちゃ簡単で、おかっちのね、インスタグラムのページ、トップページ行ってもらったら、サブスクリプション登録ってあるんですよ。それを押していただいたら参加できます。現在81名の方が参加いただいてますので、えー、ピンときたタイミングでね、参加してもらえたら OK です。で、今参加してもらったら、これまで放送してた22本分ぐらいの、20本分ぐらいの講座も無料で押して 視聴いただけますとねまあ無料っていうか、まあ、月額600円払ってんだけどね はい、でそれだけ見ていただいてあの抜けていただくのも全然 OK 出入り自由なので一度やめた方もタイミングがあったから、えー、入れるようになったというのも全然 OK なんで、えー、ピンときた方はインスタグラムのトップページからサブスクリプション登録ボタンを押してくださいということですはいということでね今日はね子どもの勉強や習い事を習慣化させる方法についてお伝えしてきました僕はこれまでね人生で1万人以上の大人や子どもとどうやったら習慣化できるのかという課題に対して本気で向き その中でね一つ分かったことがありますと、えー、途中で挫折してしまうのも諦めてしまうのも人格の問題ではなくアプローチの問題だと長続きしないのはやる気や根性がない怠け者だからではなくてただ単に習慣の作り方を知らないからなのです。 少なくとも1から3ヶ月という期間が必要な習慣づくりにおいてはねモチベーションが低い時でもやる気がない時でもコツコツ続けられる仕組みが重要です。 今回は僕がいろいろな方,向方法をね、試行錯誤してきた中で、最も効果があった習慣の作り方を21個紹介しています。なので、この中でね、自分自身実践できることがあったらど、どんどん取り入れていってほしいし、子供に、えー、ね、子供に教えていきたいことであれば、そういうふうな関わりをしていくのがいいんじゃないかなと思います。例えばね、えー、いつから始めるのかを聞くってこともそうだし、すぐに始められる環境を一緒に作るってこともそうかもしれんし、ゲーム化する、タイマーを使うとかね、えー、そういうこともそう そうだし、なんかね3日目にご褒美を設定するいろいろとね使えることもあると思いますで、さらにね詳しく知りたいってことはやり抜くこと投げ出すこの習慣概要欄からそちらをチェックしてみてくださいということです、えー、こんなそんな感じでねこの番組では親も子も楽になる緩める子育てをテーマに、えー、子育てのイライラや自分攻めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介してみます今日の配信見て聞いていただいて明日も聞いてもいいかなとか少しでも共感できるポイントがあればいいねボタン そしてコメント、そしてそししててチャンネル登録ボタンを押していただいたら大変励みになりますのでよろしくお願いします。こんな感じであの顔出しなしの、ね、長尺動画、上動画というかラジオというか何というか分かんないけどこれすでに二、ね、十数本ありますので、えー、緩める子育て トークかなラジオかなちょっとわかんないけどそういう再生リストがありますのでそちらからね聞いていただきながらね、えー、家事をしていただいたり通勤していただいたり皆さんの生活のお供にしていただけたらこれ以上嬉しいことはありませんということですあと概要欄を見ていただいたらあの公式 LINE の案内もあるからまずはそれね登録しておいてあ登録していただいたら子供を自立させるための24のチェックリストであったり、えー、幻の原稿ね ど,どこにも公開しない、幻の原稿、どこにもという、まあ、公式 LINE では公開してんねんけどな、やりぬこと投げ出すこの習慣の幻の原稿であったり、えー、お価値が、ね、あの出,版出版する前に講演会とかやってるんですよ。その1時間の講演動画とかも受け取れますので、えー、ぜひね、自分が心から納得できる生き方を見つけたいであったり、えー、自分がやると決めたことを習慣化したいとか、そういう気持ちがある方は、概要欄から、えー、公式 LINE も登録しておいてくださいということです。はい、ということで今日はこんな感じでしょうか。 I am a star, you are a star. 自ら輝けば世界はつやつやと輝く。ワンダフルな一日をお過ごしください。バイバイ。さあ、読書しようか。